どうも、こんにちは。一旦。です。<laughs> 今日の動画、皆さん、大変なことになってしまいました。今日はなんと、超特別ゲストがいらっしゃいます。早速お呼びしましょう。なんと、ユニゾンスクエアガーデン。ドラム鈴木孝夫さんです。ああ、よろしくお願いします <laughs>。ごめん。やっぱ。 ビスタンンチャンネルになるとそっちのちゃ,んとちゃんとした方のビスタンになるんだね。す <laughs> すみませんんびっくりしたいやそうなんですよあのご説明をさせていただきますと、はい、ユニゾンスクエアガーデンさんが4月12日に発売される最新作、はい、ナインスピール、はい、このリリースを記念しまして、いろいろな制作を行っている中で、はい、そのユニゾンスクエアガーデンの公式チャンネルで公開される対談動画に私、今回、指名をいただきます、はいで 私のチャンネルの方でもコラボ動画を公開させていただけるということです。 ボデチャンネルの解説なさるということで、はい、そうなんですこの三本立てで対談動画を公開させていただくしかもうちのチャンネル解説初めての動画がビスタンとのコラボになると思います <laughs> 危ないあぶね <laughs>、はい、ぜひあのまずいろんな経緯だったりとか、うん、出会った経緯とか、うん、そちらの方に関してはイヌゼモスケアガーデンの公式チャンネルの,の動画をまずご覧ください、はい、そちらでは僕が逆に最新作のについてのインタビューをさせていただいたと いう形だったんですね。はい、逆に、はい、僕のチャンネルこの動画ではせん越なんですけれども、はい、高尾さんの方から僕に聞きたいことをインタビューしていただくという形にさせていただくんですがよろしいでしょうかはい、はい、お願いしますはいそんな感じで、はい行ってみようここで勝手にオッケー <Okay> <laughs> しっかりしてるわああ聞きたいことって いまあまず、まあ、素直に、はい、ビスタンの活動とかドラムが好きだし、えー、応援しているんですよ。あなのでまあなんかどんなところが好きかっていう話をしたりとかあと、まあ、今のビッグママについてどんな風に望んでいるかっていうこととかを、まあ、聞ければいいかなと思っているんですけれども。いやありがとうございます。基本的にそう、まず好きなんですよね。 で何が好きかっていうと、まあ、いあれだダメだ<え>ちょっと待ってよごめんなさい止めちゃってぜひそれをお聞きしたいんですけど深いですよ僕はこれ,<ー>これはもうあの僕の個人的うれしみとして見てるみんなに伝えたいんですけどもやっぱりねこうやって、まあ、あんまりこうよいしょするわけじゃないですよ 自分が普通にキッズとして聴いていってチャンネル内でもの叩いてみた道具リスペクトを込めて楽しみながら上げさせていただいた方から最新作の魅力を届けるいわば広報大臣に対談にご用みいただけるってこんな光栄なことないんです。 それがまず夢が叶うじゃないですけれども、うん、非常に今回の機会はまずありがたいですしおそらくあのかねてから知ってる視聴者さんもこれものすごく喜んでくださってると思いますし僕に1ビッグママに加入させてもらって以降のファンの皆様もすごい喜んでくださってると思うんです。それをまず言いたたかったお すみませんそして言ったい言いました <laughs> <laughs> すみませんでしたあの遮っちゃっていや,いやなるほどね、はい、そんな思いも受けつつ改めて、はい、好きなわけなんですけれどもうんまあどこまでそのねその普段の、まあ、中身の状態とかぶ、ね、っている状態ともどっちとも付き合いがあるので,どこまでこうそこはもう脳忖度脳忖度でいくと。 まあ、勘のいい視聴者さんは気づいてると思うんですけど、はい、まあ クソ真面目ですよねご <laughs> い,い視聴者さんは伝わってるかなちゃんとねどうなんでしょうねあの YouTube ショートだけ見てる人からすると、はい、なんや陽気なバケツがね、うん、まあ聞いてみたら色物なのにドラムもええやないかみたいな感じで <laughs> 多分接されてると思うんですけど、はい、でも一まあ自分も少なからずゲーム実況をやってたりとか、うん、あ編集もしますよでプレイもしますよ、はいはい ってなるとあの作り込まれた編集や企画があのそんな適当にできるわけないだろうと思う <laughs> <い>結構細かいことやってますよ。いやそうなんですよ。ねマジでマジでねたまに辛いんす。たまに <laughs> 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 でもまああの一番辛かったのは多分その去年までのビスタンで。 あのす,すごい下積みね長かったっていうかビスタンと出会った頃はまだ今ほど伸びてなくって、まあ、ビスが伸びたのは YouTube ショートでそうなんです、えー、去年の夏っすね,ねだからマジで最近ですそこぐらいから急に34倍ぐらいにどんどん増えてってねで,てでも逆にそれまでの方が動画の制作内容とかその編集とかってかなり、はい 細かかいいことをやってたじゃなでですすそうですね,そうですねあの一音一音パートを分けて、はい、一曲を叩き切るとかさ <laughs> 企画としてすごい面白いし見ちゃったしとああいうことを毎回考えてやって、うん、でも伸びていないっていうのが、まあ、の俺からしたら伸びてたけど <laughs> その時点で3万人ぐらいいたと思うから。はいはい いやそうなんですよ、うん、でも頑張ってることに対しての反響がちょっと少ない気がしてそして本人もちょっとこう悩んでいたからなんか<ー>、ね、その時期にまず1回目の飲みがあったもんんねそうなんですやっぱり、うん、あれはやっぱ動画といえどなんか自分自身で考えて自分自身でかあの作り出していることには変わりなくて、うん、めちゃくちゃ楽しいんですけど、うん、なんか愛を込めても。 伝わらなかかったりとか、うん、逆に想定外の部分に反響があったりっていう、うん、結構やっぱ心が、ね、ぐる発信の活動ってぐるんぐるになることが多くてだ,、ねうん、だからちょっとそのトロみたいなものを共有させてもらっちゃったりもしてそうなんですよまあ自分ともかなり近い感じが大好きだな。 いやあの高尾さん側のファンの皆さんには、うん、そう見えないかもしれないんですけど、うん、あのマジでシンパシーが半端じゃないんですようん、うん、なんかね,ねあの全部の感覚とかいろんなトピックトピックがあ分かるわーって <laughs> なるよね <laughs> 分かるわーでスーっとっていうぐらいのが <laughs>、うん、本当初めてぐらいなんですようん、うん、だめちゃくちゃそれは嬉しい出会い。 本当にねにバンドとか差し引いてもすごく嬉しい出会いなのでなんか違う場所で育ったのになんか同じような、まあ、家庭環境がちょっとあったりとか、うんね、同じような悩みを抱えてで別の活動しながら会った感じがね<や>あったそうなんですよね、うん、だからドラムの話か、あのー、考えてることの話、うん、家庭の話とかって全部話せるんだよね,、うん、ね全部話せますね 全部話しちゃった。<laughs> <laughs> 全部話しちゃってます。まあそれだけあのー、悩みの中でビスタはねいつも楽しい動画を届けてくれているので、<laughs> 今すぐ高評価を。ああ、高評価とチャンネル登録,登録と高評価を。 続きたかおチャンネルのコメントにもねぜひね <いや S 2> 絶対コメント全部読んでるでしょ <laughs> 全部読んでるでしょ <laughs> 全部読んでるってか読むよね読んでいられないんで、ね、嬉,しい嬉しいしモチベーションになるしめちゃめちゃ力になるから、ね、マジでそれですねドラムの話で言うとまずシンプルにやっぱうまいし真面目だしセンスあるから<や>なんか何も言うことがないんだよな 真面目で吸収力があるから別にもうどこでだってやれるだろうしこれからもう上手くなっていくだろうしうん、うん、なんか以上って感じいやすみません、もう今のところはもう編集でフォントドーンドォンバトバーン <laughs> やばいセンサルタップさせていただきまいや、間違いなくいやいやいやもう光栄ですよねえ、どんどん上手くなってるし、はい、いや本当に何もないんだよな、全部すごい 全部すす。ごいいなと思っててつも見てますそして YouTube の先輩としても、はい、もうね、うん、すごいなっていうそっちが大先輩なんで YouTuber としてはそう,なんです、ね、そう編集の仕方とか、はい、今やってるそのね「ね叩いてみた」のショートで、はい、もうどんどんこう、ね、楽しませてる感じとかもそうか。ここまで やっぱやらないと人を喜ばせられないのかってそしてそこまでやれるには眠れない夜もあっただろうっていう目線ですごいない<や>尊敬して尊敬するなと思っていや、はい、すみませんま、ね、なんかすごく褒めていただくような感じになっちゃって、うん、うむじゃあ,あとはバンドについてですかねビックマりについてそうっすねー意外とねいないんすよ、うん、まだまだ そのビッグママというバンドの1メンバーであることを知らない人がいるんでそれはまずみんなチェックしてね、はい、っていう上で。っていう上でね。はい 最近ビッグママでライブ見に行ったのはそのフリーライブ、はい、ただで,、えーでね、今なんて名前だっけ「l i n e ューブ n e q u e b s 渋谷 b u y a l i n e q u e b 元渋谷公会堂であったり CC レモンホール」っていう名前の、はいまあ、1500人ぐらい2000人ぐらいかな、ね、入る、はい、ライブハウスでフリーライブをやったでそれを見に行った、はい、まあとにかくストイックでいいライブだった。 逆に、えー、自分視点だと、うん、ビスタンの熱意が、うん、ビッグママをリードしてるように見えて、うん、まあそれぐらいビッグママに対して今ビスタンが与えている熱意が一番かな。一番 インディーズバンドマンの,そのやってやるぞっていう意思がある人だからバンド内で多分それこそがそしてビッグママの全員に必要なものだと思うしなきゃ多分もうこの先生き残れないんじゃないかって俺は個人的に思ってるぐらい大事なポイントだと思っていてで持っているのでそこがまずすごいなと思っているんですけどいかがでしょうごいまビッグママに対してとかライブに対して今考えていること。ドラム弾いては 人生においてやっぱもうハートが全てだろうって、うん、<laughs> 思っているしキャリアに対しての僕は後から入ったでやっぱそれへのまず感謝も半端じゃないんですよ。うんうん、感謝も半端ないし僕が後から入ったんだから、うん、やっぱそれでキャリアが何年あろうが僕が入ってから一番いい時点に至れないかったら意味ないでしょ僕が入るって。うんで 思ってるんでうん、うん、もうそれが全てというか、うん、やっぱり全てにおいてやるからには自分が楽しいのは一番だけど、うん、でもやっぱ自己満で終わらずちゃんと結果をつかみたい、うん、なぜならそれはやっぱ大好きな音楽をずっと続けたいし、うん、聴く人たちがいてほしいので、うん、やっぱそれにはもう「はとしかないでしょ!」っていうのが僕の,あの全てに対する取り組み方なので。うん れはもうずっと変わらないと思います全てに対して偉いなしみじみうんいやほんとに昔のエッセンスつまりリアド・イヴのドラムの特徴とか愛されてた部分は引き継ぎたいと思ってる引き継ぎたいいと思ってます断言それはトレースではなく ですね、まず現状で言ってもほぼ9割がリアドさんがレコーディングされた考案されたドラムなんですけど、うん、まやっぱりねであの金井さんとかもじゃその曲合わせる時に言ってくださるんですよ「リースの,、うん、あの好きなような叩いて,ていいからね」って言ってくださるんですけど。 やっぱねめちゃくちゃゃくそそれこそ機能日と言いますかすごいギターリフとか歌メロとかとめっちゃ噛み合った位置にキックだのスネアだの刻みだの入ってるんで僕がちょっとやった時に好きなようにやった時にやっぱなんかうんってすごいなるんですよねなるし僕自身めちゃくちゃリアドさんのドラムとかフレージングがすごくかっこよくて大好きなんでこれはもうこっちの方がいいって思って。 って叩いていてるまあその上で、まあ、例えば出音だったり、うん、音のタイミングだったりで、まあ、どうせ出てしまう個性はもうどうせにじみ出てしまうからそこで僕が出ればいいと思っ、うん、パフォーマンスも含めてそこで僕が出ればいいと思ってるんでだしやっぱまあロックキッズとしてはやっぱり音源第一であるべきだなってうん、うん、僕も好きなアーティストのライブ行った時にやっぱ崩れすぎていても。 ちょっとがっかりする時も組織あったりもするんで自分がファンとしていた時も、ね、やっぱりまずはトレースちゃんとした上でその中でのプラスアラファを自分が乗っけられそうだったら乗っけたいっていうのがポリシーですね。うん、なるほどね。はい。そのフレーズだけじゃなくてリアドの叩く音色、はい、というかまああいつ結構やっぱ腕太いから、はい、その。 体感のの強い音じととあセット栄え使ってたよねあの人そうですねとかは考えてるの引き継ごとそこまではねいかないっすねそこまでいっちゃうと本当それこそちょっとトレースになりすぎてしまうなるほどねからやっぱ曲演に対してのフレージングのアプローチまでじゃあレコーディングはセット何でやってるのは自分のカノープスでなるほどね自分のセットで。 セントトライトからその最新作の『レッド・イット・ビート』までがグラデーションでビスになってってるなっていう印象があってネイキッド・キングでこうクロスしてえレッド・イット・ビートでビスになったっていう、はいはいはい、それはねちょっとあるかもしれないです遠慮ってわけじゃないんですけど僕が最初から通すというよりは。 一旦俯瞰して、うん、そのの中でで自分のできるパフォーマンスど,どこまでかなっていうちょっと奥手なところあるんでうん、うん、最初はやっぱちょっとねバランスを見ながらこうかなぐらいだったんですけど、うん、それこそレッド・イット・ビートはもうこうやりたいですってアプローチできたので、うん、まさに感じていただけた通りだと思うのですごい嬉しいですね、うん、それは伝わって。いやいやいやそ,それにそのよくグラデーションでここまで計算してできてるなって、はい。 そそれは本当に真面目さゆえだし、うん、その今言ったようにリアドを最初トレースするところからの,そのリアドのエッセンスをちゃんと引き継ぎたいって言ってる言ってるしよやろうとしたんだろうなっていうのがものすごく感じるその3枚の流れだったんですよね。だから逆ににそこまででいいいいい子でいなくていいのに、うんうん っていうかえっと <laughs> いやいていいんだけど、はい、い,やいたら人生つらくないってちょっと思っちゃうぐらいそのあの周りから求められる理想の姿であろうとしてそれができちゃってるからちょっとメンタル不安になるぐらい綺麗すぎる綺麗 <laughs> すぎるからそんな綺麗でいるのって大変じゃないってちょっと不安になるぐらい。 のでいやいやいやもう心にもう刺さりまくって <laughs> よし飲み行こうって感じです今 <laughs> すげえなと思いつつ不安にもなるぐらいの,この能力いや,いやもうはい確かにおっしゃる通り、うん、それがうーってなるときはなる夜もあるんで <laughs> 夜もねそういう時は飲みに行ってください <laughs> 行きましょう行きましょう行きましょう このチャンネルのメイン視聴者の,そのいつもショート動画とかそのビスの何作った動画とかを見てる人にはなんかもうちょっとビス,ビス下げビス掘り下げをだっだだ大丈夫っすよでもそのビス掘り下げって俺何をしたらいいんだろう <laughs> <laughs> いやいいっすよそんなお気遣いたらもう超十分だと思うまあ確かに全然あの見えたと思いますうん、うん、やっぱもう ここが伝わればいいのでそう、ね、逆に VIS のそういう内面を知らなかった人があ知ってくれることでちょっとこう今までショートでしか見てなかった人も VIS、ね、の魅力に気づいてくれたらいいねこれは嬉しい動画となりましたなりましたね、はい、よかったよかったよかったですよかったというところで今回は連動企画ということでコラボレーションさせていただきました、はい、そして、えー、冒頭にも言いましたけれどもユニゾンスクエアガーデンの ナインスピール新作リリースに伴っての連動企画なのでぜひオフィシャルチャンネルの動画そしてなんと鈴木卓夫さんの個人チャンネルの方も解説されてそちらでもねお話をしていくんでぜひそっちもチェックしてくださいというわけで、はい、ご視聴ありがとうございましたありがとうございましたぜひ皆さん高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますというわけでまたお会いしましょうバイバイビス